Thank you.
グレーズを塗っていきますから、普通の色をまず塗ります。ここからもアートの世界ですから正解はないです。1ですね、のイメージ、イメージとしては、はい、おおなんでそのイメージは。そこはやっぱ完成ってことですよ。ここがまだ分かんない、まだ分かんない。でもなんか上ちょっとこうテリテリってみたら、いただきます。お餅いただきます。いただきます。おおおおおお、まず餅の弾力はね、まあ、割と感じるかも。そうだね、餅感は、ね、全然マシュマロとかよりもさ、ヘビーな感じよね。口の中で何回も噛まないと飲み込めないよね。そうだね、これ好きな人がいる。いや、これいるね。俺の生地かなり好きだあのさ、グレーズ強すぎじゃないと思う。これはね、あのね、これが滑らかさがあるっていうか、バターが多いのかも。ああ、そっかそっかそっか、そんな感じの味だよね。アメリカ的には焼き上げてこんなもちもちになるんだ。もちじゃないだろ。もちじゃない。もちもちもち。のかって言われたらそれも違うじゃん。じゃあやっぱもちじゃないか。主張もよくわかる。未来と思うんだよね。かも、うん、まあね、これでも別に全然美味しいんだけど、うん、我々が目指してたさ写真のはもうちょっとね、うん、なんかそういうのだったらマジでもう作ってみてくださいということで、この動画うまそうだなと思った方ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまた会いましょう。じゃあねー。